こんにちは、マルコメオミヤです。今流行りの台湾カステラをどうしても食べてみたくて家で作ってみることにしました。最近お菓子作りブームが来ている息子、カステラを作ることを伝えてから今日までの間とても楽しみにしていました。あ、ちなみに最初に言っておきますが、お願いします。失敗するとはつゆ知らず、この時は完璧な台湾カステラを作れると思っていました。どっから湧き上がるこの謎の自信。それではやっていきます。卵持ってきて。どっちもプラ、ここもプラって書いてある。最近ゴミの分別のマークを探すのがお決まりです。まずは卵をガンガン割っていきます。あれ、こんな割れないもんな。石これ。卵の中こうなってるの。卵白はメレンゲにするので大きいボウルに分けておきます。いらないかい。あった。卵一つください。卵一つください。これがミッキーに見えたそうです。息子ミッキー知ってたんか。よくミッキー、おー、気持ちはわかる。これなんでミッキーみたいなの。あ、卵に卵白入っちゃった。ちょっとくらい大丈夫かな。もうひどいもんですね。無事割り終えました。ちょっと洗ってくる。手をシュッシュ洗ってこよう。これはシールついてないね。これはこれシールついてないね。これシールついてないね。これはシールついてない。後ろについてた。計量計持ってきてください。これですか。ありがとう。小麦粉をふるっていきます。小麦粉をふるいにかけるなんていつぶりだろうか。あ、そうそうそう、うまい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 、うまい。思いのほか息子の手さばきが上手で興奮してしまいました。お山みたいになってる。あ、本当だ、お山だ。ちなみに今日は休日です。旦那はすぐ隣でケーキの型にクッキングシートを敷いてくれています。ちょっと拭いといて。いいよ、もう切ったからいいよ。あ、おめでとう。これ戻してきてくれる？いいよ。神カップだったらどっち？これは神。開けてみる？じゃあ、うん、どこ開けるんだっけ？自由に。ここなんですか？開けてみ。こっち？こっち？こっち？やっぱこっち？こっちか？やっぱこっちか？こっち？こっち？ん？バター 100g という恐怖。お菓子作りのバターとか砂糖の量ってギョッとしますよね。牛乳を入れてきます。喜んでるね。喜んでる、喜んでるね、みんな。ちょっとみんな喜んでるね、みんな。みんな喜んでるね。はちみつも入れてきます。できた。今入れたバター、牛乳、はちみつをレンジで温めます。ここ沈んでる。溶けていく様子が面白いようです。氷も溶けるの。温めてみたら、うん、溶けるよ。4 3 4 5 6 8 1 10。先ほどふるった粉を用意します。床の上がトラップだらけなので慎重に運んでいきます。9個やな。混ぜたね。はい、じゃあ混ぜて。これで十分だ。うわ、蜂蜜のいい匂いがするね。蜂蜜の歌歌って。蜂蜜がこんなのよ、こんなの、こんな蜂蜜なのよ、うん。
卵音符になったね。音符みたいになったね。あらかね、全部入れちゃう。本当は少しずつ入れていくべきなんですが、めんどくさくなって全部投入。うん、きれいな。黄色いタレの完成です。お次はハンドミキサーで卵を泡立てていきます。聞き慣れない轟音に息子がビビって逃げていきました。最初は怖がって距離を取っていたものの、そのうちなんか知らんけど自分も回転し始めました。この日は天気が悪く一日家ごもりの日だったので、ちょうどいい運動です。回転しまくった甲斐あってハンドミキサーとの距離を縮めることができました。ミキサーのことはもう怖くないそうです。なんか思ったより角立ってない気がしますが、まあええか。序盤に作った黄色いタレと混ぜ合わせていきます。ちまちま入れていくのがめんどくさいお年頃です。全部入れてまい。めでたくほわほわに仕上がりました。この時点ではうまくいく気しかしない。ここにバニラエッセンスを入れていきます。くん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 、うわすごい匂い湿ってるね。初めてバニラエッセンスを嗅いでちょっと衝撃的だったようです。優しい味、優しい味だよ、大丈夫だよ。さて、いよいよ型に流し込みます。大事に育んだ生地、上手に流し込みたいところ。びっくりするほど混ざっていませんでした。ちょっと飲んでいいよ、いけるよ、いけるよ。そこで混ぜ、ちょっと飲んでみる。飲んでもいい？そう飲める？飲んでもいい？飲んでもいい？飲んでもいい？味噌の味を楽しみください。飲んでもいい？ごめん、息子の怒涛の飲んでもいいが全く耳に入ってなかったよ。遅くなりましたがお答えします。飲んじゃダメです。結局一度ボウルに戻して再び型に入れ直しました。余った生地はパウンド型に入れて焼きます。ああ疲れたな。もうこのまま深い眠りにつきたいところですが、そうもいかんので片付けてきます。焼いている途中焦げが心配でアルミホイルをかぶせたのですが、取った時に表面が剥がれるという痛恨のミス。いらんことした。気を取り直してカステラに焼き印を押そうと試みることに。可愛い模様つけたると。これでオリジナリティあふれるおしゃんな台湾カステラになりますね。まあ味が良ければすべてよしです。プルプル？プルプルではない。プルプル線マイル。包丁を入れた時にジュワッとスフレのような音がしました。シュワシュワしてね、すごい。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。わあ。だってあれじゃないの。二層に分かれてしまいました。舌に溜まってしまった層は羊羹のような食感。完全に混ぜミスですね。上の部分はシュワシュワの食感で、チーズの入っていないスフレチーズケーキといった感じ。それすなわちスフレケーキ。まあまあ失敗してしまいましたが、楽しい挑戦でした。甘いもの大好き息子も嬉しそうに食べています。また機会があったら今回の失敗を生かして再チャレンジしたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。